皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのスノーアイスジェル、こういったジェルが売られているんですけれども、こちらをセリアジェルを使って作っていきたいと思います。実際に作ったアートがこちらです。とっても雪みたいで可愛いです。はい、それでは本日スノーアイスジェルを作っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、こちらのデザインの使用したカラーです。セリアジェルのレッドとネイビー、ホワイトとゴールドのカラーを使用しました。はい、それではまずベースにレッドのカラーを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次に使用するのがこちらのアクリル板です。こちらに白のジェルを薄く塗ります。はい、こんな感じに塗ります。ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらを剥がします。ではこちらを細かく切っていきます。はい、こんな感じに細かく切ります。ではこちらをつけていきます。はい、ではベース&トップコートを塗ります。ではこちらの上にのせていきます。
はい、ではこういった筆を使って乗せていきます。一回ライトに入れます。はい、では次にノンワイプトップコートをのせます。少し凹凸感を埋めながらジェルをのせていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では続いて使うのがこちらの雪の結晶のシールをのせていきたいと思います。シールが浮いちゃうとちょっとボコボコしちゃうので、しっかりとくっつけます。はい、ではこちらをまたノンワイプトップコートで仕上げていきます。ライトに入れます。はい、こちらでスノーアイスジェルをのせた雪の結晶ネイルの完成です。雪の形をちょっといびつにしたり、もっと細かくするとさらに雪っぽくなると思います。こちら中指と小指も同じ感じに作っていきます。それでは次に人差し指のネイルを作っていきたいと思います。はい、ではホワイトのジェルを塗っていきます。はい、ライトに入れます。では2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にツリーをのせていきたいと思います。では見本と反対でこうやって見た時に、こう自分からツリーが見えるような方向で作っていきたいと思います。ではこちらのゴールドをのせていきます。作りたいツリーの大きさにゴールドをのせていきます。
い、ではこのぐらいの大きさのツリーを作りたいと思います。ではこちらを1回ライトに入れます。はい、ではベース&トップコートを薄く塗ります。ではツリーに飾りをつけていきたいと思います。飾りは好きな感じにつけていきます。ではまず星のホロと R、 今回はブルーっぽい感じに作っていきます。ではこちらをライトに入れます。はい、ではノンワイプトップコートで仕上げていきます。こちらで自分向きに作ったクリスマスツリーの完成です。ストーンの色とかパーツとかは本当自分の好みに作るととってもテンションが上がります。それでは次に薬指の雪だるまを作っていきたいと思います。では、はい、ではベースにこちらレッドのカラーをのせていきます。一度塗り目ライトに入れます。はい、二度塗り目塗っていきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、では次にノンワイプトップコートをのせます。ではこの上にこちらのパールの半球を乗せます。ちょっと重くて流れやすいので素早くライトに入れます。はい、ではライトに入れます。では次にベース&トップコートをこちらのパールの上とあとこの帽子を乗せたい上に少し乗せます。では帽子がこちら四角い2つを乗せます。でこのパールとパールの間にブリオンを置きます。で、マフラーです。
はい、次にこちら小さい黒のコロを目を置きたい場所に置きます。で、ボタンをボタンの部分にもつけます。はい、こちらで一回ライトに入れます。はい、ではこちらの上に先ほど使ったこちらの雪の結晶のシールを置いていきます。こちらでとっても簡単で可愛い雪だるまネイルの完成です。はい、こちらでクリスマスネイルの完成です。本日の動画はいかがだったでしょうか。少しでも参考になると嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。